チのミドルシュート、リフレッシュ止まって決まった。1対1センターバック庄司のミドルシュート。豊田がメンバーにいない中タケコプターも出ました。思い切ってこう打ちに行った結果ですよね。やっぱりシュート打たなきゃ入らないと得点を奪えないというところの、まあ、お手本になるような形ですけど、まあ、距離ありましてね、あって前に相手もいたし、あのブロックされてもまたセカンドボール拾えればという思いで、ね、打ってると思いますけど、しっかりこう枠に捉えられますのでいいシュートですよね。で最初のシュートに反応して南選手も飛んでますので、はい、このリフレクトに対して、ね、反応がやっぱりできなかったですよね。右に展開、折り返して杉浦恭平、こぼれは決めた。最後は大石、劇的な展開。途中出場の大石竜平均衡を破る値千金のゴール。一切見事なカウンターでしたよね。こっからですからね。フリーキックセカンド拾って大石はこれずっと運んだんですね。これ何回も林は動き直ししてますし、で真ん中に寄せた後松本大輔が来ててダイレクトで杉浦恭平をここ使うわけですよね。ここ良かったですね。ダイレでディフェンダー置いてったところ、最後シュートこぼれ球を大石、まあこれだけ人数がいたって。藤村が蹴ったボールです。小畑手を伸ばす、決まった。1点返しました。最後は松本大輔、うん、いいボールが入ってきました。それに合わせていきました。1点返しました。セットプレーからのチャンスをものにしました。まあ、藤村選手の、ね、キックの精度もありましたけど、ね、まあ、少し仙台の方の、ね、対応、まあ、パンチングなのかキャッチなのかっていうところの判断もありましたし、まあ、仙台のが、ね、ボールウォッチャーになってしまったっていうところで、まあ、カナダ杉浦恭平、杉浦恭平切り返す、杉浦恭平が来た。金沢が先制、杉浦恭平今シーズン3点目。やはりこの人は先発で出ると結果を残します。見事でしたよね。まあ、ここから松田陸がね少し中央にボール入れて、まあ、ここのところ少しこう力安がよく粘ったんですね。でそこをうまく拾った杉浦、ここですね。ここで力安がよく粘りましたよね、はい、そして杉浦はここ仕掛けうまかったですね。左で打つと見せかけて切り返す、で最後待ってしたかね。見事なゴールでしたね。落ち着いてましたよね。ということで、はい、ちょっとコースがなかった。今度は金沢が今チャンスを迎えています。スペースに出した中2枚入ってきて折り返しヘディング、先制金沢。ワンチャンスものにしました。通言金沢先制。林です、はい、松田がまあ、インナーラックですか、でクロスを上げてニアで合わせて、まあ、単純でありますけどね、サイドのボールがあるところから1人出てきて、そこからクロスから林のボール、まあ、単純でありますけど、やっぱりこれもサイドにつきましたよね。そこを剥がす、ままついていきます。前フリー、ここ1対2、右に1人フリーです。運ぶ、仕掛ける、仕掛ける、入った、左足打った、ニアを抜きました、島田のゴール。次の1点、金沢0対2。カウンター一戦、島田慎太郎今シーズン初ゴール。ここボール奪ってからですよね、はい、非常にテンポも良かったですよね。三浦からワンツーでボール受けて、もう一回ワンタッチで出して、もう1対1ですよね。これ島田が1対1になりました。で中に切れ込んでからの、まあ、右サイドのシュート、完璧なカウンターでしたね、
あの宮本も縦を、ね、開けてるんですけど、逆にその背中の方に、ね、ドリブルをしてうまく、まあ、シュートコースを作って完璧に決めましたね。島田慎太郎が今シーズンこれが初ゴールになりました。太陽馬場かわす、右足振った、抑えた、押し込む、おお、これも止める、もう一回、さらに1点、金沢0対3。今日中盤でね、粘、はい、ってボールを前に出してカウンター、出足早かった、ストーですよね、こういうふうに第一仕掛けて中に入ってシュートはできましたね、はい、もう完全にセカンドボールも2人余ってますし、まあ、1回シュートはね防がれましたけど、もう1回、まあ、あとはシュート仕込むだけというか、その後もね、早かったですよね。金沢の選手の、はいはい、の出足の方が本当早かったですね。キングの書き方もそうですし、チャンスになる林、大外回った島田のシュート、ようやく目覚めた背番号10、前節に続いて2試合連続ゴール、島田慎太郎。まあ、こうクリアミスというかね、相手のミスを拾って、この杉浦選手のコントロールもね、しっかり前向きなコントロールを作りましたし、林選手が時間作ってる間に島田選手出てきて、このボールがね、こう今日今までのプレーと違ったのは、5番タッチで打てるところにしっかり置きましたよね。この林選手のラストパス、気を使ったラストパスも素晴らしかったですし、しっかりそれに応えたね、島田選手のワンタッチのシュートも素晴らしかったですね。ニアを抜いてますんでね、ワンタッチで打たないとあそこのニアを抜かれてしまいますのでね、素晴らしいシュートですね。大石のクロス、折り返す、こぼれている、詰めた、決まった、金沢勝ち越し、庄司のゴール、豊田が起点になって最後詰めたのは庄司ほのや、2対1、庄司ほのや今シーズンこれで3点目です。一旦はねクリアされたんですけどね、ここしっかりこぼれ球拾って、大内選手の逆サイドへのクロス、まあ、これをねしっかり豊田選手が折り返す、ここで交錯してね、こぼれたボールを庄司選手がしっかり押し込むっていう、ここも狙ってましたし、この交錯の場面を作るためのね準備もしてましたんでね、もう少しねキーパーとしてはね、阿部選手としてはアンラッキーなんですけどね、味方の選手との交錯、相手選手との交錯っていうところもしっかり、予想はできたと思うんですけどね、はい、